はい、ロンドンオリンピックメダリストによる銀座のパレードがついに始まりました。さあ、奥の方からは歓声、そしてもうざわざわと私の足元のお客さんもですね、近づいてきているというその雰囲気が伝わっています。ニューヨークの5番街、パリのシャンゼリゼ通りに並ぶショッピングストリートとして名高いこの銀座中央通り、特にこの辺りは高級ブランド店が立ち並ぶエリアなんですが、今日はもう様子が一変しています。さあ、今警備員の横にスタンバイしました。この交差点が銀座通り道ですから、ここからスタート。あ、今オープンカー2台目に乗っているのが吉田沙保里さん、そしてやり投げの村上選手。さあ、吉田沙保里さんの機種も使いましたね。わかりますか、こちらヘリコプターからの映像です。画面の右手に吉田さんでしょうか、手を振る皆さん、そしてこの沿道両脇はもう人で埋め尽くされています。11時1分、まもなくパレードが始まります。始まった。さあ、今こちらがパレードバスの1号車始まりましたね。右側、左側、左右に選手が分かれて手を振っています。ね、ありましたね。あ、こちらやはり金メダルを胸にかけた吉田沙保里選手。吉田沙保里選手が画面2台目のオープンカーの右手、そして村上幸美選手が左手、晴れやかな表情で手を振っています。吉田沙保里選手は2004年のアテネ、そして2008年の北京、この2012年ロンドンオリンピックと3連覇を達成しました。しかしビビルさん、2004年のアテネ、そして2008年の北京はこのようなパレードは行われませんでしたからね。ああ、そうね。バスの方には、そしてその後ろ選手団、ああ、ジェリーの室伏選手も見えますね。柔道チームですね、このまま。そして2代目、3代目と、いずれの選手たちも晴れやかな表情で手を振っています。またヘリコプターの音がかなり大きくなってきました。ゆっくりと警備員、そして警察官に守られるような形で、この銀座1丁目の交差点にまず近づいてきます。もう朝から2時間3時間以上待っていたこの沿道の国民の皆さんにとっても歓喜の瞬間が近づいてまいりました。先ほど直前に、今選手たちも右手に持っていますけれども、丸い内輪の日の丸がかたどられました。内輪が配られたんですね。選手たちもそれを持っていますが、沿道の皆さんもそれを送って選手たちに手を振っています。あ、吉田沙保里選手おめでとうという沿道の皆さんの声も聞こえます。10メートルほど開けて1台目のパレードバス、そして2台目のパレードバスと続いていきます。あの横の警備員の皆さんの歩く様子をご覧いただければ分かる通り、かなりゆっくりとしたスピード、一人一人の選手の顔を確認する余裕もおそらく沿道の皆さんあるでしょう。これはなでしこです。ただ左右にどの選手、お目当ての選手がいるかどうかは分かりません。アーチェリーの古川選手、分かりますか。前から2番目、そして卓球ですね。卓球技ですね。石川克己選手の姿、そして福原愛選手の姿、あ、そして福原選手を発見したファンの皆さんから愛ちゃんという声がかけられています。卓球女子団体銀メダルを獲得しました。決勝では中国に敗れましたが、団体初の、卓球界初のメダルを獲得した卓球陣、今福原選手投げキッスしましたかね。そして奥には金メダルをかけた2人、レスリングの小原ひとみ選手、48キロ級、そして63キロ級の伊調馨選手です。ともに今、沿道のファンの皆さんをバックにして写真撮影を行いました。そして被災地復活、力強いボードを掲げているのは室伏広治選手です。室伏選手はハンマー投げ鉄人、銅メダルを獲得しました。今、パレードバスの1号車が通過していきました。もう一度こちらはヘリコプターからの映像、もう沿道、本当に観客の皆さんに映らされて、あ、ビビルさん、北島康介選手がやってきました。競泳陣です。銀座1丁目の交差点、北島康介選手、赤らかと手を挙げました。その隣には松田選手の姿もありますね。北島さんを手ぶらで帰らせるわけにはいかない、団結力を見せました日本男子競泳陣。誇らしげに胸に銀メダルをかけて、あ、そしてこの辺りも競泳陣です。
寺川選手、鈴木聡美選手の姿も見えます。鈴木聡美選手、今大会ナンバーワンのシンデレラガールと言ってもいいかもしれません。そして3号車には体操陣、金メダルは個人総合で金メダルを28年ぶり獲得しました内村航平選手です。内村選手も少し恥ずかしそうにしながら手を振っていました。そして後ろにはなでしこジャパン、銀メダルを右手に持った川生まれ選手の姿です。川選手、パレードバスの3号車に乗って今手を振っています。今大会はアーチェリー、男女サッカー、競泳のメドレーリレー、バレー女子、卓球、体操、チーム戦の活躍、団体の活躍、チーム日本の力というのが見られました。このフェンシングもそうです。フェンシング団体で銀メダルを獲得しました太田雄貴選手をはじめとする皆さん、そして藤垣ペアです。バドミントンで初のメダル、銀メダルを獲得した藤垣ペア、沿道の皆さんに手を振ります。そしてこの4号車にはひときわ背の高い皆さん、そうです、女子バレーで銅メダルを獲得した皆さんも今沿道の皆さんに手を振っています。もう目の前を通り過ぎてしまった観客の皆さんは名残惜しそうに声を枯らすまで声を張り上げて今選手団に声援を送っています。今銀座通り1丁目パレードスタートして、さあ日本一の繁華街銀座4丁目に向かっていきます。ミスターが帰ってきてくれたみたいですね。パレードの車はあと200メートルほどで銀座4丁目の交差点を、に向かえるということになります。ものすごい人です。これ聞こえてたんですかね、青木さんの実況聞こえてましたか。皆さんなんかもう僕らは歓声が入ってたのか、もうそうかこちら聞こえてますよ、あ聞こえてたな、よかったです。こちら現場にいても、現場にいてもこの人の歓声でものすごいことになっていますね。修造さん、そうですね、もう名残惜しそうなあーっていう声が、滝のように聞こえてきますからね、はい、であと100倍カメラの質がいい、こちらは現在の皆さんが先頭にいる職人の映像、違う、この後また見られるんですね、職人映像、僕らの方では100倍カメラの映像がちょっと見られるようになってまして、これ100倍カメラ、こちら今そうですかね、これが今そうですかね、これ今100倍カメラの映像、100倍カメラですね、日本の競泳、そして柔道の金メダリスト松本香織選手の姿も捉えています。松本選手はロンドンオリンピックで日本初の金メダルをもたらしてくれました。まあ、野獣、そして野生というようなね、もうね、ことを言われていますけれども、終わってからもうパフェの攻められ方がすごかったですよね。そうですね、面白かったのは『スッキリ』さんで出た時に、はい、あのパフェを食べる、はい、あの松本選手だけパフェの方を映されたって聞いたんですよ、僕ね。そうなんですか。千里ちゃんのパフェの方を結構映されたって聞いて、はい、僕突っ込んだんですよ、テレビに。ああ、そうですか。松本さん落ちてって、憧れの人はドラゴンボールの存在だと。来ました。今福原選手ですね、卓球初のメダルを獲得しました。さあ、ライデンです。この後もパレード続きます。これが100倍カメラですよ、100倍カメラです。皆さん近い、ほら、こんなに近くで見たくて、もう間もなく銀座6丁目の交差点に差し掛かるところです。もう選手が通るために一斉にみんながうちわでこう煽るんで、なんか綺麗なマスゲームみたいになってます。すっごいですよ。こちらもビルの屋上からも吉田選手の大きな大きな金メダルを確認することができます。はい、さあ今これが今100倍カメラで映ってるのが、1号車、1号車ですね、はい、こちら室伏選手が今、室伏選手が今右の奥、こちら室伏浩二選手に、ね、ハンマー投げの銅メダルを獲得しました、はい、室伏選手です。さあそして2号車が今映ります。こちらが、競泳と柔道の選手ですね。田島浩二選手の姿も見えますね、はい。今回はメドレーリレーで史上最高となる銀メダルを獲得しました。その奥にいるのが松田丈志選手です。修造さん、康介選手を手ぶらで返すわけにはいかないという発言は名言ですね、今回はね、まあ、そう言わせている康介さんの人柄というのも素晴らしいですよね。すごい、歓声がやっぱりこっちがすごいことになってきます。今歓声がすごいことになってます、こっちがね、はい、いやー、今は大きな歓声です。今度は、なでしこジャパンの皆さんですね、こちら。今、こちらは、まもなく、なでしこジャパンの皆さんの、この、
あ、今映りましたね。はい、こちらですね。右側には佐川穂丸選手、その手前にはゴールキーパーの福本選手、はい、その手前側にはフォワードを今回ゴールを取って活躍しました大喜利選手の姿もカメラが捉えています。大木さん確認できましたね。あの佐川選手がちょっと髪型変えてきてるんですよ。できました。手を振って答えていますね。佐川さんがね髪型を変えてきてるんですよ。佐川さんがどんな感じに、あのコーンヘッド、コーンヘッドに変えてきてるんですよ。コーンヘッドに変えた、はい、コーンヘッドですね、はい、すいません、コーンローに、コーンローに。あー、そしてこう、なでしこの皆さんのバスが通ると、非常に大きな歓声が聞こえてきました。さあ、続いてこちらが、フェンシングの、フェンシングの太田選手が今もう、ひときわ、もう歓声向かってずっと、やってますよ、こちら。そうです、あの1秒すごかった。準決勝では残り1秒で追いついて、団体初のメダルを獲得しました。もう解説がずっと、勇気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 って解説になってなかったですからね、本当に。まあ、それだけ興奮と感動を与えてくれましたよね。いやもう歓声がすごすぎて私たちビルの屋上にいるんですが、修造さんの声も聞こえにくい状況になっています。そうです、皆さんの声も聞こえづらくなってくるんです。はい、こちらも言ってますよ、なんかえー、カール、はい、いや、カールいない、カールいない、えー、カールカールいない、カールカールないですよ、カールいない。こちらさんの声は、こちらさんの声は高いです、すごいよく聞こえます。出なさいよ。もう僕らのところにはもう、通り過ぎまして、もうそろそろゴールに向かっている今。そうですね、はい、7丁目の交差点を過ぎますとおよそ残りは 200m ということになります。20分にわたって行われるパレードも残すところはあと5分になっています。いやー、でもその僕らのところ通り過ぎてもまだ歓声が聞こえてきますよ、田中さんね。そうですね。そしてあのこのスタート地点の方を見てみても、はい、通り過ぎたにもかかわらずなかなか帰りそうな気配がありませんね、お客さんが。これね、帰れないんです。帰れない動けないですもん、誰かこうやって。なるほど、本当にこれ、皆さんこの後仕事大丈夫ですかね、この後で。今どの辺のバスなんでしょうか。果たしてな、はい、カメラを捉えてるのは、うん、このバスは何台目。ごめんなさい、歓声があまりに大きすぎてちょっと音声を聞き取ることができません。そうですね、とにかくもう、はい、こちらは1号車ですので、陸上、ボクシング、レスリング、ウェイトリフティング、卓球、そしてアーチェリーの選手の皆さんですね。村上選手もね、八木さんも乗ってんだね、これね。アーチェリーの神ちゃんも、うん、皆さんも腕を一生懸命沿道に向けて振ってますね。もう完全にあの現場にいる田中アナウンサーと小宮さんとはあの音声が、あまりの歓声の大きさにこちらの音がちょっと聞こえづらいですね。そうですか、ね、そうでしょうね。開幕しているのがこちらオープンカー吉田沙保里選手乗っています。続いて1号車、今2号車も下通りましたからね。バスは何号車になるんですか。バスは4号車まで選手が乗っています。選手が乗っています。後ろに続いています。小庭さん、はい、あ、陽子さんの声は今やっとクリアに聞こえました、やっとクリアに聞こえました。本当にあの歓声がすごすぎてなかなか聞き取ることが難しかったですね。すいません、と皆さんといろいろやり取りしながらやったんですけど、熱気が伝わってきて、いやー本当にすごい現場に昨日の夜11時にまさか言われると思わなかったんで、よかったね、今日スケジュール空いててね、本当に暇でよかったです。いや、しかし修造さんのこう生のメダリストをご覧になってどうでしたか。いや、やっぱり生のメダリスト、ここに錦織圭が今度はいてほしいですね。次回ね、前回も次回のこのリオでのオリンピックでは、あ、通り過ぎたらもうそのままスピードを出して、こちら今もうバスが、こちらはもうフィニッシュ、フィニッシュしましたね。ちょうどこちらの高速の下のあたりがフィニッシュ地点ですね。そうですね、パレードはここまでということになります。一応もう何で終わってる、終わりましたね。こちらヘリコプターの映像から見てみますと、すべてのこのパレードの車はフィニッシュし終わった模様です。なるほど、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。